アンティオコス13世アジアティコスは、セレウコスアサシリアの王。アンティオコス10世エウセベスとクレオパトラセレネ1世の子、子セレウコス朝の最後から2番目の王。紀元前92年から紀元前83年頃に父、エウセベスがバルティアとの戦いで死亡し、息子、アジアティコスが後を継ぐと、母、セレネが実権を持つようになった。アルメニア王ディグラネス世が、 紀元前83年にシリアを征服した後の紀元前75年、セレネとその息子たちはローマに赴き、息子をエジプト王として認めるよう求めたが、これには失敗した。しかし、王国を支配するシリアの王としては認められ、紀元前73年にシリアに戻った。結局母はティグラネスに捕らえられて殺害されるが、紀元前十九年に、 ローマのルキウス・リキニウス・ルクルスが、ティグラネソー・ティグラノ・ケルタの戦いで激破し、シリア王として、アジアティコスを据えた。アジアティコス派との支配権争いが続き、弱体な政権に過ぎなかった。ほどなくして、紀元前64年、アジアティコスは、ローマのグナエウス・ポンペイウスにより、敗位され、エメサの支配者であった、サンプシケラモス一世に殺害された。 この死をもってセレウコスアサシリアは滅亡したとされて、北がアジアディコスと支配権争いをしており、近い時期に廃位されたフィリッポス2世フィロロマイオスはその後に生存が確認されており、また、兄弟のセレウコス7世フィロメトルはエジプトのベレニケ4世と短期間結婚しており、紀元前58年に死亡したセレウコス奇病作テスト同一人物の可能性がある。いずれにせよ、 アジアティコスとフィロッポスの範囲以降、シリアはローマのシリア属州となり、総督が派遣されるようになる。ありがとうございます。